いやー、フルデさん、どうもどうも。何のご用なのですか？おや、ご機嫌うるわしゅうとはいかないようですな。早くしてほしいのです。こう見えても忙しいのですよ。実はですね、昨夜富武さんとお話しされた内容をお聞かせ願えればと。昨夜8時半過ぎ、古出神社から少し離れた林の中で、リカちゃま、これは目撃者の方が言ったままですが、そのリカちゃまと富武さんが話しているのを見かけたと。目撃者の方、自分から聞いたということはどうかご内密にと。そりゃ弱り切った表情でしてね。大したもんですな、御三家の意向というやつは。別に隠す必要もないのです。え、ただちょっと立ち話をしてただけなのです。しかし8時半といえば演舞が終わった直後です。なぜその時間に神社から離れた林の中なんかにいたんですかね。漏らしちゃったのです。え、我慢しすぎちゃったのです。だから誰にも知られたくなくてにゃ。できればこの話もご内密にしてほしいのです。それは。とりあえず今日のところはこれで失礼します。リカが嘘をついた。やっぱり、もしかするとあの時もリカは私に嘘を。何でもないのですよ。何がリカにそうさせているんですの、ね。